これをあなたに渡しておくわ。そんなのもらっちゃっていいんですか？いつでも私の部屋に来なさいって、そういうことですか？すっごい明るい。偽りの世界があまりにも暗すぎたせいで、すごい外が明るく感じる。ここ本当になんか人が一人も知らない、逆に知ってる人もいないし、ルーです。すごいデブじゃん。ちょっとオリキャラ作りすぎじゃない？あんまり参考にしてないよね。なんか全然違うんだけど、マジで。さあさあ、そこの旅人ちゃん、坊ちゃん、嬢ちゃん、よっといで。おほん。それでは、わしの一番の親友、パンパニーニの傑作童話、小さな英雄ザンクローネの物語第3話、始まり始まり。さてさて、さらわれた姉を助け、おどろおどろしい地下水路にや、はあ、そういう、僕、出演しちゃってます。僕出演しちゃって、ちょっと待って、2個ほどいいですか？え、これさ、地下水路って、そういうことだよね。あの、偽りの世界は、この童話を元にして作られた世界ってことか。で、まあ、わかったわかった。はいはいはい。僕出演しちゃってません？この不思議な旅人って。ズシーン、大きな音がしてね。ラスカ少年の後ろに、あいつでラスカって名前だったっけ？ごめん、ちょっと忘れちゃった。手のバカはもう、僕が戦いました。手の化け物が襲ってきた。震えるラスカ少年、力いっぱい叫ぶよ。ザンクローネ様。すると、不思議な旅人の持つ宝石がピカリと光った。おう、出た。待たせたな、坊主。ザンクローネ様は、魔剣の体験、なんかよくわかんないっつって前も言った気がする気を振り回し、恐ろしい手の化け物をザクーン、メコメコーとやっつけた。そして最後に決め台詞。どんな時も、希望は捨てんな。メルサンディ村は俺と共にある。こうして、手の化け物は倒され、姉のミシュア助かったわけだね。これミシュアが全然違う人になったという点は？その点は？さて、小さな英雄ザンクローネの物語第3話はこれでおしまい。これってさ、でも、この偽りのレンダーシアは、この真実のレンダーシアを元に作ってるわけだから、僕もじゃあ何？魔王の手のひらの上で泳がされてたってことは、もうこうなる運命は最初から決まってましたみたいな。何度見てもザンクローネの物語は面白いなぁ。ねえねえ、ラペットじいさん、この続きは？続きはないの？ああ、じゃあザンクローネで存在しないんだ。ふーむ、シュマンが続きはないんだよ。さあさあ、今日はこれでおしまい。ちょっと寂しいな、そう考えると。僕出演しちゃって、実はその旅人って僕なんすよって言っても多分信じてくんないし、多分実際には、まあ、違うんだろうな。実際には僕がそういう経験してるからそう思い込んでるけど、その旅人を僕として、役として当てはめてくれてただけで、もう僕なんか俳優みたいなもんよ。この、ザンクローネ物語の、旅人役として出演していただけ、別に僕側の旅人というわけではないんだもんな。ところで旅人ちゃん、お前ちゃんからパンの匂いが漂う。あ、そうなんですよ。完全に忘れてた。さては、アーリちゃんから何かいいものを預かっているんじゃないかい？じゃあカゴ渡そうか。はい、ラベットじいさん、これはアーリちゃんお年寄りのモフモフパン、ありがとうよ。わしは歯が少ないから柔らかいパンが好きでね。そういや旅人ちゃん知っているかね、アーリちゃんのじっちゃんこそが我が親友、童話作家パンパニーノなんだよ。パンパニーニか。パンパニーニは英雄ザンクローネ物語を書いている途中で死んじゃってね。だから物語は未完成なんだよ。物語の終末を紙芝居で演じられなくて、わしはすごく残念だね。でも一番辛いのは愛理ちゃんだろうよ。パンの約束守ってくれてありがとうと伝えておくれ。あー、てか物語の終幕ってなんだっけ？終末？あれってん？僕がいなくなった後の話ってことかな。まあ、確かにだとしたら、偽りのレンダーシアの時の先のも話が、もしかしたらあるのかもしれない。それが作られる前に死んじゃったみたいな話なんかな、ちょっと。それとも僕が、体験した、いきなりミシアが別の人に変わってたみたいな。さすがにそういう話、え？え？ 2 階、あ、テラスか。暗いね。ま、暗いのもそれはそれで味があっていい。ま、旅の方、お帰りなさい。ラペットおじいさんにパンを届けてくださるの、ここから見えていました。無理なお願いを聞いてくださって、本当にありがとうございます。ささやかですが、こちらはお礼です。
小さなメダル3枚はすごい嬉しいです。5万ありがとうございます。でも、ま、ささやかではあるな。小さなメダル3枚は確かにささやか。それと、お手伝いのルーデさん。あー、あれか、下にいた太ったおばあさんか。気を利かせて、村の宿屋のビップル、おい、ビップルーム、ビップルーム使ったら良くないことが起こるって、相場が決まっているんですけど大丈夫ですか？旅の方、ラペットおじいさんは何かおっしゃっていましたか？なんか言ってたっけ？なんだっけ？なんだっけ？ああ、そっか。まあ、ザンクローネの物語の続きがないのが残念だと。ちょっとお待ちくださいね。あるの？まあ、確かにパンパニーノの娘って言ってたから、まあ、ある可能性はありそうだけど。もしくは自作か。童話作家だったパンパニーおじい様は、メルサンディ村を深く愛し、村を舞台に英雄の物語を書いたのです。小さな英雄さんの活躍する童話は村の皆さんに親しまれ、生前に第3話まで発表されました。そしてこれは秘密の第4話？そしてこれがおじい様が残した小さな英雄ザンクローネの物語の幻の4話です。これ僕の知らない物語だった激アツだけど。けれど、あまりに悲しい結末が書かれているので皆さんにはお見せできなくって。だからラペットおじいさんの夢は叶えてあげられないんです。なるほど。いや、知りたいな、でも僕は。そうだわ。私ったらうっかりあなたのお名前を聞き忘れておりました。なんとおっしゃる、これでどうしよう。英雄の、あの物語の村人の名前が、村人じゃねえわ。なんだっけ、旅人の名前が、ユーシスだったら。え？あ、そうなの、本当に。ユーシスさんですって？おじい様の童話に出てくる不思議な旅人さんと同じ名前だわ。不思議なご縁ですね。またお会いできたら嬉しいです。これは、ん？え、でもさ、え？ちょ、わかんないな。え、でも偽りが先だとしたら、何？書き換えた？誰が急に。急にみんなの記憶を書き換えた？レベル71ありがとうございます。やべえ、24時間寝ちまった。今夜じゃん。夜に寝て夜って、24時間寝ちまったよ。ちょっと寝すぎ僕。いや、どういうことなんだろうな。なかなか難しい話だよね。まあ、偽りのレンダーシアが先だとしたらなんかまた、なんかよくわかんない。真のレンダーシアってじゃあなんてなっちゃうし。まあ、真のレンダーシアを元に作らしたんだとしたら、まあ僕が来るの前提だったみたいな。そういうこと？まさか、僕の名前がユーシスだから僕をあの世界に呼び込んだ。まあでもあれか、シンプルに、たまたまだった？たまたまだった可能性もあんのかな？どうするんさね？あ、旅人さん、いいところに、アイリお嬢様が巨大なウサギを見たって、ふらふらーと村を、村の外に、もうなんて、あんたすまないけど、アイリお嬢様を探してくれないかね？あー、なるほど。まあ、しょうがないな。そんな病気なのに、そんな言っていいの？ほんとさね、頼もしいんだね。アイリお嬢様は病弱でいらっしゃるか、もう心配で、お嬢様がどこに向かったのか、村の中に、あー、なるほど。みんなに聞き込み、見をしてって感じか。まあ、そうだな。場所としてはどこなんだろうな。まあ、一応ザンクローネが、あの、井戸のところとかそういう可能性もありそうだけど、もしくはま、今までまだ行ってないようなマップ？まだ全然あったからさ、2、3箇所くらい。まあ、そこら辺に行ってる可能性もあるっちゃあるけど、アーリちゃん、家にいないの？ふらふら出かけていくなんて、アーリちゃんらしくないじゃない。一体何が、洗脳か？そういえば、さっき、子供たちが騒いでいた。もう絶対それじゃん。絶対それじゃん。子供たちどうしたもんな。子供たちのことは子供たちに聞けって相場が決まってんのよ。紙芝居超面白かった。こいつ全然何も関係ねえ。子供だけど。子供だけど全然関係ねえ。英雄ザンクローネの物語を書ききれなくてパンパニーはシャーチョウジャンジャンジャッチャジャンジンジャンジョ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 ン。貴様らか。僕は本当に見たんだよ。ザンクローネ様の物語に出てくる、悪者のでっかいウサギ。え？待って。あの一角ウサギじゃね？もしかして。だけど、お姉ちゃんが僕のこと嘘つきって言うんだ。なんとか言ってやってよ。巨大なウサギを見たなんて嘘おっしゃい。僕本当に見たんだよ。ザンクローネ様を物語に出てくるあるもののでっかい、でっかかったっけ？そんなでっかかったイメージはないけど、確かにあのウサギの可能性は高い。そんなおとぎ話ありえない。嘘つきにはザンクローネパンチをお見舞いしてやれば、ザンクローネはパンチなんかしないやい。嘘じゃないってば。しかも、アイリさんがウサギを追いかけて、木漏れ日広場、なるほど、合ってた、やっぱり。木漏れ日広場だね。じゃあ、とりあえずこれはルーラー行きます。懐かしいな、木漏れ日広場。1ヶ月ぶりくらいだけど。たった1ヶ月ぶりくらいだけど、井戸の中には真っ暗で何も見えない。はい、この先？あ、ラバニーの穴、こんなとこあったんだ。
あ、そっか、前回は井戸の中入っちゃったか分かんなかったけど、何あのパンプキンたちはね、なんでこんなところにパンプキンがあるん？そして鬼王みたいなやつが地獄の玉ねぎ怖すぎぶっ壊れ。え、何これ？なんかいっぱいカボチャある。え？どういうこと？ハロウィンスペシャル？今僕が撮ってるのが10月23日だから、今これあげるの多分10月31日に近いと思うけど。さあ、今回の試練の門の相手は誰なのか。さあ、今回のバトル相手は、ナビ、なんかすごいいっぱいいる。ナスビナラ、メランザーナ、お化けトマト、オニオン、ブラバニクイーン、この5体な、人数多すぎ、ドメディでいきます。こういう時はみんな大好き。んー、ドメディー。さあ、これでまずは全体攻撃できるかどうか知らんけど、やってもらいつつの、で、メイド風魔これ効くんじゃないか？ねえ、全体攻撃に近いし、いけ！効くねえ、悪くないね。で、しかもメイド風魔もう一回やれば、耐性下がってるやつもいるから、よりダメージが与えられると思ったけど、そんなでもない。まあ、ただ、悪くないんじゃないか？いや、みんなが強すぎぶっ壊れ。残るは君だけのようだね、ブラバニクイーンさん。さあ、もうでも、時間の問題だな、やられんのも。さあ、ドル王まで、500、すごい、強すぎる。君強すぎますって、ドメディさん。そして、なんかさ、もういろんなところにパンプキンたちが大量、え、なに？誰？え、こんないたっけ？パンプキッズ。え、パンプキンみたいな名前。え、誰？初めて見た。え、こいつマジ知らん。あー、なるほど。あれパターンね。あれシリーズね。ちょっと名前出てこないけど、あれね。うん、わかる。みんなわかるかな。あれシリーズよ。この飛んでるさ。杖持ってて飛んでるちっちゃいやつタイプの、そういうモンスターがいるんだけど、そいつがハロウィンのコスプレをしてるってことが、あ、でもなんか、え、なんでさ、ここやっぱりなんか、ハロウィン的なやつが多いよね。カボチャを被ってたりとか、地獄の玉ねぎはちょっとよくわかんないけど、なんかハロウィンが関係したりすんのかな。てかもうハロウィンでしか絶対こんなカボチャ見ないもんね。どこ見てもどっかしらにカボチャいるんだけど、どこ見ても、もうなんか、どっか見ればカボチャいて、どっか見ればカボチャ被ったモンスターがいてって、絶対に目の前にカボチャがいる。あ、いた、あれは、なんだ、いろいろわかんないです。待って、詐欺師さん。これは、何？どういう？見て、じめえ、この子ったら殺しそう。これ僕のこと覚えてんのかな？ほんとね、パーで、全然言っちゃってみんともないわ。私たち、とっても忙しくて構ってあげる暇なんてないのに。ほんとよ、いつまでもついてきちゃってしつこい子ね。おー、何？その回転は、ディフェンスが、え？あらら？あの子、やっぱり、偽りのレンダーシアで見たやつと同一人物なんだ。どこかで見たような。おやや、邪魔者がもう一匹、こうなったらまとめてボコって、おや、洗ってやるわ。君たちからちょっと聞きたいことがあるんで、あんま戦いたくないです。君たちにはもうちょっと、事情聴取をしないと、ん？大変、バーディ、腹ペコだわ。キゴネジャーミー、おやつの時間よ。ボコボコは明日にしましょう。わからん。お前たちがどういうスタンスなのかがわからん。警戒してるけど何もしてこない。警戒し存じゃん。なんでも前回会った時もね、痺れクラゲをただボコボコにするだけっていう。ごめんなさい、ユーシスさん。ご心配をおかけしました。私、あのウサギさんたちを知っています。おじい様の童話に出てきたいたずらウサギさんです。童話の人物が本当にいるなんておかしいと思って夢中で追いかけてしまって。やっぱり、ウサギさんに会って話を聞かなきゃ。まあでもこれ多分あれだよね。アンルシアと同じ感じで、多分作られた存在なんじゃないかな。偽りのメルサンディを、まあ、構成する際に作られた、あの、いたずらウサギたちだけど、まあ、メルサンディというか、まあ、偽りのレンダーシアから真のレンダーシアへの道が解放されちゃったりしたから、まあ、こっちの世界にも戻ってきたみたい、戻ってきたっていうか、こっちの世界にもやってきたみたいな。だからまあ、アンルシアがこっちの世界に来たみたいな、そういう感覚なのかなって思うんだけど。一応、木漏れ日広場出たら、なんか起きたけど、大丈夫かな？その一定の距離空けるのちょっと怖いからやめよう。うさぎさんいないわ。どこへ行ったのかしら。井戸？何？その井戸別に何もなかったけど、偽りのレンダーシアだと。
ザンクローネじゃん。ここはど、あ、もしかしてそういうこと？偽りのメルサンディからこっち来れんの？ここはどこだ？木漏れ日広場なのか？おザンクローネ、僕のことわかるか？幼獣ちゃん、見かけねえ顔だな。あなたはもしかして、それは熱いぞ。俺はザンクローネ。あんたがメルサンディの村人なら当然知ってんだろ？ああ、気絶しちゃうよね、そりゃ。偽りのメルサンディ村とはまた話変わってくるもんね。偽りの世界だったら多分、ああ、ザンクローネだくらいだけどもう、みたいな感じになっちゃうもん。おい、人の顔見てぶっ倒れるってはどういうことだよ。参ったぜ。わかるか？わかるんだったら激アツ。おい、おい、久しぶり。おい、10年くらい昔の友達に会った感覚。え？お前、勇士じゃねえか。安心したわ。こっちの世界知らん人ばっかりだったから。なんかよくわかんねえけど、いたずらウサギを追って井戸から飛び込んだら、同じ井戸から飛び出しちまってな。だが、まさかその先にお前がいるとは、あえて嬉しいぜ。なるほど。じゃあ、いたずらウサギはこっち行き来できるけど、その時に、移動した時に、ザンクローンにもその中のなんかワープゾーンみたいなところに入っていったみたいな感覚なんかな？さて、あの失礼な嬢ちゃんを何とかしねえとな、どこの家だ。もうこれでもややこしいよ。村長の家だよ。でけえ、テラスの家？ラスカの家にあんな嬢ちゃんいたか？まあいいぜ。家までは運んどくから、後のことは頼む。家までお前運ぶの？すごいややこしいことになっちゃうって。すごいややこしいことになるし、お前が持つのはちょっと安定性が怖い。あの体で、嬢ちゃん運ぶのってだいぶきつくないか？すごい、一点集中型で逆にちょっと腰痛くなっちゃうと思うけど。みんな、来たか？ザンクローネ。あ、でも別にみんなザンクローネはまだ見てないのか？今から来んのか？それとも、なんか気づかれてない？なんか、空中からジャンプしながらこっち期待したの？あ、でも誰も気づいてないな。うん。とりあえずじゃあ、まだついてないもしくはバレないように帰ってきたって感じかな。旅人さん、あ、ベッドに戻ってたんだ。アイリーお嬢様がベッドに戻ってただね。あんたが助けてくれたんさね。まあ、そうっすよ。やっぱりさね、一目見て頼りになると思ってただね。本当にありがとうだね。あんたには飛びっきりのお礼をしないと。アイリーお嬢様、寝込んじゃっててさ、病弱なお体で無理しちゃったからだね。ちょっと違うんだけどね。原因はちょっと違うんだけど。だから今、お部屋には入れないだね。悪いけども、そっとしておいてあげてほしいだね。あんだ。あ、またビップルームの乱用がすごいんだけど。また新しいクエストが追加。あ、テラスに行こう。なるほどね。またじゃあ、目覚ましたみたいな感じなんかな。ザンクローネでも、だいぶ、今どうするつもりなんだろう。アリちゃんがこの前、倒れちゃったって聞いて、じっちゃん、心配で歯が抜けちゃうよ。お前が歯抜けちゃったらもう今多分歯3、4本しかないだろうに。それが抜けちゃったらもう、致命傷だよ。ため息ついてる姿をよく目にするの。なるほどな。もうこの状況を教えられるのは僕しかいないからな。どうやって説明する気なんだろう。もうなんか言う全部、実はこの世界ではもう一つなんかパラレルワールド的な世界がもう一個ありまして、でその世界にちょっとザンクローネがいるんですよねみたいな、そういう絶対信じてくれないけど、いやでもまあザンクローネ目にしてるかワンチャンあるか。お、来るか。なんかいつもそっち側いるんだよな。なんでそっち側にいるんだろう。ぎゃまあ、ユーシスさん、先日は助けていただいたみたいでありがとうございました。まさか、英雄ザンクローネさんが本当にいて、私の前に現れるなんて、驚きのあまり目を回してしまったんです。だけど、あの方ったら、おじい様の童話とは全然違って。俺を呼んだか？お、来た。全然違うの？キャッ！おー、パン。ぬすっとやん。まあ、ザンクローネさん、うちのパンをまたつまみ食いしましたね。つまみ食いじゃねえよ。味見だよ、味見。どんな風に書かれてたんだ。まあ、ザンクローネあんな感じだと思うけどな。はあ、童話の中のザンクローネさんはもっと紳士的でしたのに。心の攻め、嬢ちゃんだぜ。そんなんじゃ、将来大物になれねえぞ。この世界のことザンクローネは今どう思ってんだろう。この村は、平和だな。なあ、ユイス。どうやら俺は、俺の知ってるメルサンディ村とは別のメルサンディ村に来ちまったらしい。英雄と呼ばれて長く生きてきたが、こんなわけわかんねえことは初めてだ。
まあ、実際は長く生きてないんだけどな。向こうの村の奴らにもこんな風景を見せてやらなきゃな。そのためには帰る手段を見つけないと。ザンクローネさん、まずは俺をこっちに誘い込んだいたずらウサギどもを探すぜ。なんか事情知ってるに違いねえ。見つけてとっちめて向こうに帰る方法を吐かせる。なあ、ウサギの好物を知ってるか？人参？ウサギと言ったら人参でしょうか。おめえは点でダメだな。ジャムとバターに決まってんだよ。全然決まってないわ。逆に大丈夫？そんなものウサギに食べさせて。なんかね、アレルギー症状とか起こさない？その二つを罠に使って、奴らをラバニの穴におびき出す。イエス、協力を頼むぜ。ジャムとバターを揃えて、木漏れ日広場のラバニの穴の奥まで来てくれ。そこに、ジャムとバターを置いておいて、ウサギどもが好物の匂いにつられて現れるまで、身を隠しておけばいいのさ。そんじゃ、頼んだぜ、相棒。おお、ザンクローネ様に相棒まで。格が上がりすぎている。あんな小さな姿で見知らぬ世界に迷い込んでしまって、どうして前向きでいられるのかしら。まあ、ザンクローネ強しな。あの体で僕の5倍くらいの強さ誇ってっかな。そらまあ前向きになるわ。ユーシさん、お願いです。ジャムとバターを探して、ザンクローネさんの力になってあげてくれませんか？言われるまでもないて、お前。そんな、僕を何だと思ってんだ。ザンクローネの相棒だぞ。ありがとうございます。ユーシさんの親切なところ、童話の中の旅人さんにそっくりですね。もう言っちゃっていいんじゃないの？この際言っていいよね。だって、ザンクローネがいるんだったら、僕があっちの世界の住人でも、なんだおかしくないもん。てかなんだったら、だって、ザンクローネに相棒って言われてんだが、もうそういうことじゃんってなんとなく察せそうだけど、ジャムとバター、そうですね。ジャムのことは畑にいるハネさんが、バターは酒場のリオンさんが詳しいです。私が直接お手伝いするのは難しいのですけれど、困ったら何でもお聞きください。